釧路港釧路港の一釧路港は、北海道釧路市にある24時間運用の国際港湾。港湾管理者は釧路市。国土交通省より、穀物の国際バルク戦略港湾に選定されている港湾法上の重要港湾。国土交通大臣指定の重点港湾、特定貨物輸入拠点港湾、高速法上の特定港である。 臨海部産業エリア形成促進行の指定を受けている。北海道最大の穀物輸出入港であり、穀物飼料コンビナート、同等資料、住友あぐりその他を有する。地理的に戦場に広がる東北海道のよう、釧路川の河口に位置し、同地における港湾物流拠点として、古くから発達した大規模不登校である。 欧米から日本アジア各国へ輸送される穀物のファーストポートとして機能している。中華人民共和国政府による一帯一路構想において、北ユークシロ南有進化派として、対北アメリカ、対ヨーロッパ、氷上のシルクロードでのアジアの窓として、国際的に注目されている良好である。ニューオーリンズ港、スワード港が姉妹港である。 クシロフィッシャーマンズワーフ網、エック,クシロフィッシャーマンズワーフ網からの長望賞は30年代から昭和50年代にかけて世界最大の水揚げ量を記録する漁港として有名だったが、元来、北海道東部開拓のための物流拠点として設置された。クシロ川が内陸との輸送に便利であることから、明治時代から財閥により、硫黄、石炭、木材、 水産品等の積み出し工として発展した。同等の物流拠点であったことから、鉄道も、釧路を起点に、帯広、根室、網走へと内陸に伸びた。港湾広配地に、北海道有数の工業団地である、西港工業団地と釧路白ぬか工業団地が、形成され、東北海道最大の大規模な工業集積地になっている。 大きく分けて、東港区と西港区に分けられる。東港区は、明治時代からの港湾区域として、海上保安庁の基地、造船、漁港などが置かれている。西港区は、石油コンビナート、国際コンテナ埠頭、内港貨物専用埠頭のほか北海道最大の大規模な飼料、肥料生産コンビナート、さらに北海道最大級の天然ガス受け入れ基地が整備。 されている。2011年に国際バルク戦略港湾に選定され、2018年パナマックス級の大型船舶に対応完了し、さらにポストパナマックス船対応大推進マイナス16メートル整備が着手されている。岸壁総延長と北海道最長の長さとなる北海道を代表する国際貿易港湾である。 もう全岸壁に接岸する漁船と岸壁ロバタクシ路市中心部と釧路港周辺の空中写真。1977年撮影の11枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。現在は貨物専用フェリー、専用貨物のみ。かつては、 近海優先により東京港との間にフェリー航路があり、末期は十勝港にも寄港していた。釧路港は水産のイメージがあるが、入港船舶総トン数では1700万トンのうち25%が外国商船70、70%が内港商船で、漁船は3%となっている。ありがとうございます。